雲爽快。 この糸は何でできている？ 吸着してくる。 落ち着け。 何か方法があるはずだ。ちょろいもんぜ。お前ら4人でどうやってジロボを倒したか知らねえが、俺を突破するのは無理だ。そうかよ、やってみろってばよ。の影分身か。案外やるじゃねえか。だが仲間はまだ捕まったままぜよ。 一人で十分だ。サスケはどこだ。俺の仲間と先に行ってる。奴はこの葉の里を自ら抜けたんだ。たとえお前らが追いついたって連れ戻せるわけねえぜ。ふん、お前友達の意味を分かってねえみてえだな。オロチマルみたいな奴のところへサスケを黙ってやるわけにはいかねえんだよ。 ナルト、時間稼ぎ助かったぞ。どうやら俺にしかやりようがないようだ。行け、俺がやる。だがこいつはさっきのデブより強いらしいぜ。関係ない。こんなところで止まっていてはサスケに追いつけなくなる。それにこれは任務だ。 なんだ。お前はな、俺よりいい目を持ってる。サスケは今闇の中にいる。サスケを助けられるのはお前だけだ。行け、後で会おう。ジョージと一緒に必ず追いつけよ。ああ。ネジ、絶対追いついてこいよ。 なかなか楽しめたぜよ。最後は予想通りだったかな。奴は俺よりもはるかに強い。ナルト、お前ならどうする。運命ってのは誰にも変えられねえことなのかよ。だったら違うってばよ。落ちこぼれって言われた俺が今はこうしてお前に勝った。絶対諦めなかったからだ。 お前だって変われる。俺と違って落ちこぼれなんかじゃねえ。天才なんだから。まだ生きてやがんのか。これ以上ジタバタすんじゃねえぜよ。諦めてさっさと死ね。ダメだ、俺は絶対に諦めない。なかなか楽しいゲームだったぜよ。だがそろそろ本気で行くぜ。
つぜ。なぜ生きている？お前は今まで戦った敵の中で一番強い。だが今までに戦った中で最も強い奴が俺にこう言ってくれた。お前は俺と違って、俺は常に天才と呼ばれてきた。だから負けるわけにはいかない。凡小な俺を天才と信じている。あいつらのためにもな。どうだかな、おめえも死にそうじゃねえかよ。みんな、あとは頼んだぞ。まだ、サスケ君はまだなの？もう限界です、オロチマル様。なんとか手を打たなければ。いいえ、サスケ君じゃなきゃダメなのよ。どれだけ待ったと思ってるの？緊急を要します。今すぐに何とかしなければ、全てを失うことになりますよ。全てを？ご安心を、オロチマル様。用意はしてあります。君マロを送り出す気ね。彼はオロチマル様を崇拝しています。あなたのためなら命だって捧げるでしょう。僕が彼を強制する必要などありませんよ。カブト、あの体で送り出すなんて。お前本当に嫌な性格してるわね。